はずい。いやあ、僕です。わかりますかね。もう新調したからね。ワッペンもね。どうも。僕です。ね、工務店サウナーだね。さあ今日はね、はい、いい感じのね、この青空と ねこの青空とね、青空とね、はい、全然青空。いやー、ただいまの気温見てください。あ、まだ10時前だというのに、30度を超えてます。1になってますね、はい、はいはいはい。ね、いろんなねテントサウナが並んでおりますけれども、はい、今日はどこに来てるのかと。そうですね、言いません。言った方がいいですか。言いますか。はい、目黒公園ね、はい、で、8月4、5、6と行われました、はいはい、カチフェスに来ております。はい、はい、ね、こんなサウナも、はい、バリッと出展して、実は、はい、ね、はい、こんなサウナ号の横にはね、はい、こんなサウナカーがね、はい、いるよと、ね、あのこんなサウナは、はい、こんなサウナカーから給電してます。はい、そうですね、はい、テントサウナ、はい、ね、これは重計画のものではない。これはうちのものじゃないです、はい、いろんなところが来ておりまして、はい、それこそ薪火屋さんとかね、 はい、あとオホーツクサウナクラブ。オホーツクから来てるんですか。オホーツクから来てで、きっとここが受付で、はい、あ、はい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 、で、多分なんかシャワーとか、なんか受付でこう、お着替えかな、お着替えするのかな。あ、そうかもしれませんね、はい、そんな感じです。はい、で、テーブルがあってね、はい、なんかバーとかもやるって言ってたんで。あ、そうですか。楽しんでもらえましたか。もう終わったんですか。待って、これ出る頃にはもう終わってるでしょ。ね、終わってるじゃないですか。そうですそうです、ね、はい、このサウナは、はい、昨日のうちに、はい、運び込んできましたんで。あ、もう設置済みということですね。はい、はい、電気を、ね、車からね、はい、起きてこんなサウナにインしてます、ね、ここでインされてると、ね、インされてるということで。なるほどね。あ、そういうことなんですよ。はい、ということでね、行けるんで、はい、いろんなイベント、はい、フェス、ね、はい、来てくんないかって言われたら、それは行きますよ、はい、ね、トカチを盛り上げるために僕は生きてるんだから、はい、そうですね、はい、今日はカチフェスをね、あ、一応水風呂を紹介しないですね。あれ紹介しないとダメじゃないですか。水風呂、なんかあれが水風呂みたいなんで。これらしいです。一応滑り台から滑ってきてのドボンができるっていうことらしいですね。こういうことですね。こういうことですね。ドーンとね、一応水温だけね。ああ、ああ、ああ、言っていいですか、はい、体感ですけど19度です。さほど冷たくないですね。あ、うん、ごめんなさい、ちょっとね、申し訳ないですけど、僕の基準はこんなサウナなので、うん、こんなサウナ基準で言うとぬるいです。ぬるいですね、はい。今日の朝は私4時に起きて、はい、水風呂の清掃をしてきたんですけど、ええ、暑いんですよ、やっぱり、はい、朝4時5時とはいえ、はいはいはい、でちょっと足ね、水風呂浸かるじゃないですか、はい、まあ、この辺ぐらいまで来るんですけど、はい、痺れます。冷たくね、冷たく3分ぐらい入ったら痺れます、はいはい、本当に。なるほど、
でもこれはちょっとね、水遊びにはいいね。あそこにですね、まあ、このサウナのところの責任者の方がいるんで、一言もらってきますか。ですか。はい。こんにちは。こんにちは。急に何の打ち合わせもないまま僕はここに来て、はい、意気込みをもらおうと思って。意気込み、はい、今日からね。ただこの動画を出るのは、はい、カチュエス終わった後なんですけど。なるほどね、はいはいはい、今日から3日間目黒公園でサウナやります。もう終わってるけど、来年来てね。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、いやね、無茶ぶりにも対応してくれるから、はいはいはい、ありがとうございます。そうです ね, そうね、はい、日陰も用意されてる。そういうことです ね, ね、はい、あ、もういいですか、終わってもういいですか。はい、じゃ あ, あのコンテナサウナに入りましょう。じゃあ、ね、はい、じゃあとりあえずこれは何ですか。あれですか、はい、サウナですか。それともサウナです。あれですか。あれって何ですか。最近全然オファーのない観光大使ですか。はい、違います、これサウナ。これ観光大使じゃないですか。観光でしょうよこれ。サウナです。これ観光じゃないですか。いや、どっちでもいいんですけども、サウナで一応、はい、かなと思ってます。ということで、とりあえずじゃあ観光大使以上ね。うちわかよそれ。あ、すいません、サウナ界の諸葛亮子と、古田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、諸葛先生は、はい、羽でできたね、はい、扇、はい、付箋というものをね、はいはい、持ってこう、ね、はい、采配を振るわけですけども、私はこの羽でできた扇、破線で、破線でね、ええ、はいはいはい、破線でこうサウナ界のこう道しるべを ね、行ってこうか、ちゃんと指示してやろうと、はい、今ですっていうね。ね。で、ちょっと今日これからやるのはですね、はい、まあ家系、あ、元いあのね、レッドクリフというかね、レッドクリフ、ええ、はいはいはい、石壁の戦いっていうのはね、もう何年だったか、208年だったかな、もう分かんなくなっちゃうぞ俺。208年だったかな。ちょっと待ってください、ちょっとごめんなさい、ちょっとサーチしますわ、さすがに、さすがにちょっとね、石壁の戦い、僕の記憶では208年だったんですけど、ほら208年、はい、合ってるね、はい、ね、208年に、サウナ界のね、はい、まあ、軍師ということで、はい、諸葛亮ということでやらせてもらってますんで、はい、あの戦いはポイントが2つありますね、はい、風向きと、はいはい、な、風向きがね、風向きね、はい、南東の風がね、はい、吹くんですよ、うん、いつもはそんな吹かないですよと、うんうん、あんな長江のね、はい、あんな風吹かないですよと言うんですけど、はい、吹くんですね、はい、あの三国志演義では諸葛亮がナムナムってやると、はい、ブワーッとね、はい、風が吹いて、うん、で今ですって言うわけですよ。なるほどね。火を追いかけるのですと。なるほど ね, ね、それやりたい。この話したらもう3時間ぐらいこうするじゃないですか。いや結構です。いいですか。でもあのね、五のね、はい、郊外という武将がね、はいはい、まあ、あのおじいちゃん結構まあ年寄りなんですけど、はい、わしゃもうやってられんと、うん、ね、わしゃもう曹操軍に下るっつってね、うんうん、行くわけですよ、うん、曹操さんよと、うん、あ、ダメだと、うん、あの若いくせに、うん、わしらの言うこと聞かへんと、うん、話にならんで、わし曹操さんと行きますわって言ってね、で曹操さんは人材好きなんで、あ、郊外っていうね、名称がうちの軍に入ってくるの、うん、これ水軍もね、もう扱えるし、うん、これはいいって言ってね、うんうんうん、行くわけですよ、うん、よし、招き入れろってね、
って言った時に風がバッと吹いて、うん、今です、です、うん、はい、ということで今日何をするか分かりますね、うん、分かんないですよ、分かるでしょ、見てる人も分かんないですけど、はい、こんな形で言ったら分かるでしょう、今です、僕何回ここに今ですって言ってると思ってるんですか、ねえねえ、そういうことなんですね、ね、皆さん、はい、これらしい、これらしいんですよね、これらしいんですよ、なんかね、要は本人これやりたかった感じでね、火をさ、はい、薪ストーブにつけるっていうことがあんまりないじゃないですか、はい、そうですね、はい、だから、はい、この道35年のね、私古田が、ちょっと一丁そういう、お前火つけれんのかとね、なるほど、本当につけれないんじゃないだろうか、あのね、言っていいですか、本当にあのサウナを始めて意外だったのが、スタッフが意外に火つけができないっていうことです、あー、なるほどね、うん、なんでかわかんないですけど、あんまりその火のつけあんま、いや、火つけるのってね、はい、毎日欠かさずやらなきゃいけないことじゃないですか、まあまあサウナに関して毎日っていうか、まあ冬場は特に、うん、はいはいはい、あ、死んでしまうんで、そうですね、あの先生のは特にサウナだけじゃないですもんね、私北の国々はね、はい、私ども、はい、ね、まあ、三国志でいうと、まあ北の方なんで、まあ、三国志ハマってんのかい今、三国志ハマったの僕小学生、中学生そっか、なるほどね、はいはいはい、火付けがあんまりよろしくないということですね、火付けの、はい、あのこいつ本当にできるんかというのを、あの先生がね、そう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 、はい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 、